察ので生活安全課と申します。生活安全課さん、はい、はい、ありがとう。間違いないですか？え、さんのご自宅でお間違いないです？間違いないです。はい、突然署からの連絡ね、大変恐縮なんですけども、はい、お伝えしたいことあってね、ご主人ご連絡の方させていただいてます。はい、はい、実はね、3日前なんですけど、でね、オレオレ詐欺とか振り込め詐欺ってね、今ニュースとか報道ね、いろいろ見ていただいてると思うんですけど、これらをね、行ってた詐欺グループを組んで警察の方で18人逮捕しているんですね。ああ、はい、で、まあ、犯行グループの事務所からですね、お住まいの方々でしたりとか、の方にですね、お住まいの方々の個人情報が載ったリストというものを押収しておりまして、こちらのお名前も記載があったのでね、何か被害に遭われていませんかという注意喚起のご連絡と被害状況確認の連絡ですね、こちらを行わせていただいています。お客様の生活安全課ですね。私今日行きましたから申します。え、あれ、セアの方来ていただいたんですか？今日行きましたよ。あれ、前通りましたよ。そうですか？そうです。あ、前通っていただいたんですね。ですよ。生活安全課に用があったわけじゃないということですか？ではないけれども、お客さんの所長は何ていう方ですか？松本です。え、所長ですよ。10月2日15時